陸亀浄化は、波中高亀目,目に属する浄化。アフリカ大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸、インドネシア、エクアドル、セーシェル、日本、フィリピンこれらの分布は、ジュラキに起こったパンゲア大陸の分裂によって生じたと、される。現生する最大種は、セーシェルセマルゾウメで、最大高長138センチメートル。 最小種は、下振ヒ平セリクガメで、最大高長9.8センチメートルとカメメでも、最小種。全滅種を含めた場合、メイオラニアが、最大とされ、全長は2メートル以上。線形アモク内のウエカでは、最大の構成種を含む。石ガメカは、沼ガメカに含まれていたが、沼ガメカよりも陸ガメカに近縁として独立化とする、説が有力。大頭ガメは、 元ガミ科に含む説もあったが、近年まで頭骨やミトコンドリア DNA の一部解析による分子系統学の研究からカミツキガメ科に禁煙とされていた。しかし核 DNA の解析やミトコンドリア DNA の前延期配列解析による分子系統学の研究では元ガミ科に含まれるとされる。陸ガメ科は森林。 草原などに生息し陸生種のみで構成される。石亀科や沼亀科は、淡水域あるいはその周辺に生息する、半水生種ないし半陸生種が多く、大頭亀科唯一の原生種である大頭亀は、谷川に生息する。しかし陸生種や産卵を除いて上陸しない、完全水生種もいる。植生も幅広く完全な動物食や植物食、雑食の種がいる。 生息地では食用とされることもある。また開発による生息地の破壊、食用やペット用の乱獲等が原因で生息数は激減している。ありがとうございます。